牛乳パックで神相撲実況中継6日目後半の取り組みをこれからお送りしてまいります。画面上は視聴者ファンディング投げ銭制度のお願いです。YouTube の動画名勝負集などをご覧いただけますとですね、右上に愛というボタンが出てきますので、そのボタンを押すと視聴者ファンディング投げ銭をすることができます。100円からすることができます。配信全体の向上ですとか、全国の交流会に行く渡航費用などに使わせていただきます。どうか皆様の、ご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。またガイドブックなども新しいものが出ています。その中に載ってるんですけど、こういう力士の分布図ですね、残り全国制覇まであと20府県ということであります。まあ半分を切りましたので、はい、ぜひこういうまだ送られていない地域の力士作っていただければと思いますので、ぜひ、はい、こちらの地方にお住まいの皆様どうかこれをご覧でしたらよろしくお願いいたします。あと交流会に来てほしい地域などもぜひね、一言メッセージいただければ、ね、もしかしたらそこになんていうことがあるかもしれませんので、ね、はい、ぜひぜひ立候補もお待ちしています。全部緑にしたいですね。そうですね、はい、緑はね交流会に行った場所なんですけどね、はい、交流会の今年の交流会の会場もいよいよこれから決まろうかというところであります。さあ幕の内後半の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲平成28年3月4月場所、これより6日目幕の内後半の取り組みであります。備前焼に鶴ヶ吉西方備前焼西前頭5枚目岡山県出身ほぼピンベア東方駿河吉西前頭10枚目静岡県出身アンビックベア、これより幕の内後半の取り組みであります。幕の内後半戦です。引き続き実況私山田大輔、そして解説行事いただき役は田中でお送りいたします。なんて言ったんですか最後のキレがなんかキレ悪かったですよ今。なんかいつものやつが出ましたね。出ましたね、はい、最後なんか歯切れが悪くなっちゃいました、はい、そんな自信持っていきましょうよ。タイムラインで突っ込んでください自信持ちましょう、ね、この時間からはツイキャスでの配信も行ってまいります。さあ最初の一番ですね、後半戦駿河吉備前焼ともに4勝1敗、勝てば勝ち越しの一番となります。ベテラン備前焼は37歳、最年長の年長勝ち越し記録さらに伸ばすことができるかどうかです。制限時間いっぱい、両者見合って波強いのごた、ぶつかりました、回し掴んで備前焼きの相撲になる、右の喉は横回り込んでいた、左の回し取りに行ったのは今度は駿河吉、駿河吉が出る、駿河吉が左から上手投げを打ちながら寄っていく、備前焼きはこらえる、備前焼きがもう一度打っちゃっていきたいところです。中に足を入れていく、寄るな駿河吉、土俵際寄るな駿河吉です、駿河吉が寄る、粘るな備前焼き、もう一度寄る、土俵際寄る、寄り切り、駿河吉の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切って駿河吉の勝ち。いやー、新旧の何かその技師の相撲でしたけどね、両者。いや、駿河吉丸は見事でしたね。あの備前焼き立ち合いからかなりこの回し取って優勢な相撲だったんですけれども、駿河吉から自分の体の中に手を入れるというすごい手段に出まして、ね、そしてこれ左の回しですよね、入れ替えましたね太陽、はい、よく、まあ、残してこの左の回しが有効的でしたね。まあ、あの両者押し合いになるなとは思ったんですけれども、まあ、ちょっと技を見せましたね、駿河吉が。年の差12歳ですよ。
一回りね。駿河よし25歳ですけど本当に上手くなりましたね、相撲がね。感慨深いですね。そこでですか。まあ長くやってきたってことですか。そうですね、若手の台頭いいですね。そうですね、どんどんこういう若手が台頭してまいります。上相撲界でもあります。勝ったのは駿河よし5勝1敗勝ち越しを決めました。敗れた備前焼4勝2敗と勝ち越しはお預けです。大平川山に江戸見取り西方大平川山東前頭10枚目栃木県出身春日部部屋東方江戸みどり東前頭2枚目東京都出身ほぼピン部屋牛乳パックで紙相撲は全国から力士が集っています。郵送宅配などでお送りいただいた力士のほか各地での、まあ、全国今行ってますけど交流会に参加してくださった方々がこうして、まあ、力士だけお預かりして本場所として行っています。平成21年の9月からスタート、交流会自体は平成21年の5月からですのでもうすぐもう来月で7年になるんですね。丸7年を迎えるということになります。そりゃ田中さんも感慨深くなります。そうですそうですって土俵上左江戸みどり4勝1敗大平川山3勝2敗です。足を掛け合うこともあるかもしれません。両者制限時間いっぱい両者見合って波強に残ったぶつかりました。前肉の江戸みどり足を掛ける中に入れたの大平川山こっから打ち上げるぞ大平川山足を中に入れて江戸みどりです。江戸みどりが出る押し出し江戸みどりの勝ち。ただいまの決まり手は押し出して江戸みどりの勝ち。いやー江戸みどり勝ち越しですよ。今場所本当に押しが切れてまして立ち合いですね今日もね。そうですね、まあ、ここ数場所ちょっとなかなか実力出し切れてなかったんですけれどもいやー今場所ちょっと優勝も狙えるんじゃないかっていうぐらいいいですね。非常にいいですね。後楽園にも勝ちましたしね、はい、中日ではね江戸みどりが勝って5勝1敗勝ち越し敗れて大平川山が3勝3敗となっています。この後ティコツーミティコツーミ西方ティコツーミ西前頭筆頭千歳市出身ほぼピン部屋この後清水ロケット清水ロケット東方小結び清水ロケット清水町出身清水町部屋清水ロケットとティコツーミです。力士にはこのような基本ルールはあります。身長 6.5 片足 2.7 まで。しこの地域にちなんだもの地名や特産物の名前など含めていただいております。あと年齢の概念などもございます。ですがいろんなルールはありますがご覧のように人型以外の恐竜と、まあ、あと見えないんですけどこれロケットなんですね、はい、これもね。そうですね、はい、そういう形の力士がいるというのが一つのこの牛乳パックで紙相撲の概念を覆している、一つの要素というふうにも言えます。2勝3敗同士です。潜り込むかロケット過去の対戦結構やってますよね。5対1清水ロケットが得意にしています。制限時間いっぱい両者見合って発狂に残ったぶつかりました。おっと外掛け勝負一瞬清水ロケットの勝ちあティコツーミあー失礼しましたティコツーミの勝ちです。失礼しましたティコツーミ勝っています。勝負は一瞬力強さですね。それにしまたロケットは飛んでってしまいましたねこれ上にテイクオフ。いや見えてませんよあれ出てませんよはいこれですね、まあ、ただ今場所4敗してますけれども、
私的には3勝1敗ぐらいですね。親方。親方としては いいですよ。負け方に印象的いい、ね、な感じで言って、はい、あそういう楽しみ方もあるんですね。親方のね、はい、ティコツミの親方も同じようなことは言ってますけどね。あそうなんですか。確か、はい、負けさせ方が良かったってことですかね。どうなんですかね、はい、ティコツミ勝って3勝3敗星5分に戻しています。敗れて清水ロケットは2勝4敗と変わっています。また高畑不動明しかみざんきに高畑不動明しかみざんきに西方小結び高畑不動明しかみざんきに東京都出身ほぼピンベやこなた藤のとび藤のとび東方藤のとび西前頭三枚目愛知県出身愛知米や目まぐるしくいろいろな形の力士が出てきます。藤の飛びです。対するは高畑不動明式神残機に。藤の飛びは先場所優勝争いをしたものの、今場所は上位ということもあってか2勝3敗。高畑不動明式神残機には久々の三役復帰、2勝3敗です。前に行くか藤の飛び、潜り込むか残機に、あるいは横を取りに行くのか。制限時間いっぱい。よし、見合って。波強に残った。ぶつかりました。潜っていったのはザンキニです。潜っていった。ノータイゾリもあるのか。さあ、ノータ出し投げ打ちながら土俵際。投げ打っていく。出るか、どうか、寄り倒し。藤の飛び。藤の飛びに軍配です。ただいまの決まり手は、寄り倒し。寄り倒して、藤の飛びの勝ち。土俵際、紙一重の状況ではありました。そうですね、今。まあ、完全に中に入られてしまったのでちょっとまあ勇み足になってしまうかなと思ったんですけれども、まあ最後押し一発でしたね。それで倒していきましたね。土俵際倒していきましたね、相手をね。豪快でした。力強さはありますね。勝ったのは藤の飛びです。藤の飛び勝って3勝3敗星を5分に戻しました。敗れて残機には2勝4敗と後がなくなっています。あなた青山いるかいけ、青山いるかいけ西方関脇青山いるかいけ愛知県出身愛知米屋あなたナース藤曲がり、ナース藤曲がり東方ナース藤曲がり西前頭2枚目静岡県出身アンビック米屋ナース藤曲がり2勝3敗青山イルカ駅は初日からの5連敗。新関脇で苦しんでいる青山イルカ駅です。ただこの経験も生かしてまたもう一度というチャンスはやってくるでしょうからね。そうですね、まず一つでも多く勝つということでしょう。そうですね、関脇の地位でまずは白星が欲しいところです。押し合いになるか、ナース藤曲がり浴びせもあります。制限時間いっぱい。両者見合って波強に残った。ぶつかりました。組み合った。スパリ合いに変わるか。潜っていったな青山イルカ池。出し投げはどうだ。青山イルカ池、青山イルカ池に軍配です。ついてますか。違うわ。ついてません。ついてないですね。ついてないですね。ついてませんので再開です。間に入ってますね今。再開します。波強に残った。さあ再開しました。完全にはまってしまったな藤曲がり。これは珍しい相撲になりました。完全にはまっています。さあどうか、寄っていくんでしょうか。審判の手が上がっています。これは顔ついてますよね。青山イルカ池、青山イルカ池勝っています。顔ついてましたね。顔ちょってます。吸ってましたよね。吸ってますね。吸ってましたね。物言いまだいかないようです。ただいまの決まり手はイゾリ。イゾリで青山イルカ池の勝ち。大相撲界ではね、浦という力士が
ね、いぞりがね得意でということでね、あの重量に来場所上がってくるようですけれども、はい、ねえ、いぞりというと牛乳パックでかみずもはずいぶん前からありまして、これもいぞりになるんですね。うらさんはこれでやれないですね。うらさんできないですね。これは人類では無理ですね。ねえ、無理ですね。あの、はい、間開けなきゃいけないです。そうですね、体をまず、ね、それはちょっとやめといた方がいいと思う。うらさんにはちょっと無理かな、これ。うらさん2人になっちゃいますって。ダメです。裏関になるんですよ、これからね。じゃあ重量いったらね。楽しみですね。これは真似しない方がいいんじゃないかなと。体のために。これやっちゃダメです。青山イルカ家の関脇初勝利はこういう形で訪れました。青山イルカ家1勝5敗ナース藤曲がり敗れて2勝4敗となっています。この後とっかり大将、とっかり大将、西方大関とっかり大将、室蘭市出身室蘭部屋、この後東くん、東くん、東方関脇東くん、札幌市出身東くん部屋。田中さん、田中さん、業務連絡です。業務連絡です。一応ヘッドセットなんで、あ、いたいたって言っても、あの、聞こえますから、全部。全部入ってますから。すごい普通の声出てますよ。なんかすごい相撲出たんで、なんかとっかり大将が行方不明になりまして、ちょっとああと思ったんですけど、いましたね。全部今一部始終がね入ってますよ。あ、そうですか。いたということで判明しましたね。さあ、大関です。とっかり大将、初日から5連勝ですね。場所は危なげなく、まあ、ここまで5つの白星並べてますね。相手は東くんですけど、まあ横綱戦は敗れましたが、はい、いや、ただここからまあ星を上げていけば十分大関狙えますし、この一番はかなり重要になるんじゃないですかね。今日勝てば一気にこれ大関再昇進が見えてくるということにもつながりそうですかね。そういうふうに、まあ、言っていいと思いますね。夢のというような世界の話でありましたが、それがやや近づいているのかなという今場所の序盤の相撲でした。東くん4勝1敗。ただ相手は大関です、とっかり大将、はい、過去対戦2対1東くんがリードと、失礼しました、とっかり大将がリードとなっています。横を取りに行く展開があるか。とっかり大将は今場所非常に内容が良く盤石の相撲を続けています。注目の一番、制限時間いっぱい、両者目あって破胸に残った、ぶつかりました、立ち合い5分、引いていた東くん、どうするか。とっかり大将距離を取っています、引き落とし、とっかり大将の勝ち。東くんがばったりです。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落としてとっかり大将の勝ち。いや、ただとっかり大将は危なかった。そうですね、今完全に、まあ、相撲では勝ちましたけども勝負では負けてましたね。あの、東君回るのうまいんですけれども、ちょっと俵に足かかって倒れた感じになっちゃいましたね。ちょっと不運もありましたかね。とっかり大将は残っていました。東くんとしてはたわるまで足をかけないで回り込みたかったんでしょうけど、 それが今日に限ってはできませんでした。とっかり大将が勝って6連勝としています。全勝を守りました。東くん敗れて4勝2敗、その大関再昇進の夢がややかすんできたかなという感じになってしまいました。あなた魚雷ルカイケ、魚雷ルカイケ、西方魚雷イルカ池、東前頭5枚目、愛知県出身愛知部屋、この後後楽園、後楽園、東方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋。大関後楽園です。
5日目に黒星がありました。4勝1敗です。一歩後退した後楽園、ただここでついていけるかどうかが非常に大事です。魚雷イルカ池、今場所は5枚目の番付で3勝2敗、幕内最高優勝の経験があります。思えば今の湘南乃風の7連覇が始まる前の最後の優勝力士はこの魚雷イルカ池ですもんね。そうですね、まあその頃の輝きを取り戻したいなとは思ってるとは思うんですけれども、今場所もいい相撲だったりちょっと負ける相撲とちょっと波が激しいですね。そうですね、ただいぞりもあります。魚雷イルカ池過去の対戦3対2拮抗しています。後楽園がリード。6度目の対戦です。制限時間いっぱい、両者目あって破強院のゴタぶつかりました。前に行くのは後楽園、後楽園で内掛けか、後楽園の勝ち。ただいまの決まり手は内掛け、内掛けで後楽園の勝ち。前に出る力が今日は強かった後楽園です。まあ、立ち合いから、まあ、今日は非常に圧倒しまして、魚雷イルカ池としてはこう待ってっていうところは見たやろうと思ったと思うんですけれども、完全に、まあ、圧倒しましたね。後楽園勝って5勝1敗、勝ち越しを6日目で決めています。敗れて魚雷イルカ池3勝3敗となりました。かなた銀屏風、銀屏風西方銀屏風、東前頭筆頭、室蘭市出身室蘭部屋、こなた福島富士桜、福島富士桜東方大関福島富士桜、静岡県出身アンビック部屋。ついに新大関は白星なく負け越しとなっています。今日の相手は銀屏風です。本当にどうしちゃったんだろうというそういう言葉が出てしまいますけれども、そうですね、まあさほど内容は悪くはないと思うんですけれども、まあ、本当に流れが悪いという一言になってしまいますかね。今日は銀屏風が相手です。これがでも大関の重圧なんでしょうね。まあそうなってしまうんでしょうね。まあもう負け越し決まってしまいましたんで、ここはもう思い切った相撲を取ってほしいですね。番付を駆け上がってきた頃の相撲を早く見せてほしい福島富士桜。銀屏風1勝4敗、こちらも今場所は元気がありません。制限時間いっぱい、両者見合って破強院のゴタぶつかりました。立ち合い銀屏風がいいぞ。銀屏風が前に出る。回り込んでいくな福島夜桜。出るのは銀屏風。銀屏風寄り切り。銀屏風の勝ち。福島富士桜6連敗。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って銀屏風の勝ち。銀屏風はインタビュールーム来ていただきましょう。いやーどうしたんでしょうか。しては一方的な相撲になってしまいましたね。まああそこから思い切り打っちゃっていくというか体を振っていく、はい、逆転するというのがあるんですけど、全くなすべきはなかったですね。元気ないですね。ちょっとこれは精神的にもかなり来てしまっているかもしれないですね。何かそのリフレッシュが必要なのかもしれませんね。勝ったのは銀屏風。銀屏風勝って2勝目2勝4敗となっています。敗れて福島富士桜ついに6敗目を喫しています。かなた桜島
地バッタ、桜地バッタ。西方桜地バッタ、西前頭四枚目。鹿児島県出身、鹿児島部屋。あなた湘南の風、湘南の風。東方横綱、湘南の風。神奈川県出身、神奈川部屋。結び前横綱登場です。放送席、放送席。銀屏部関に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の相撲、立ち合いから前に出る自分の相撲が取れたんじゃないでしょうか。翼を広げていきましたね。今場所は平幕での相撲でしたけれども、早くやはり戻りたいんじゃないですか、三役に。やっぱり三役って手を広げていけるんですよね。まあこのようなですね、あの風貌もね、特徴的なのでファンも多いんですけれども、はい、ねえ、やっぱり番付さらに上のところで見たいという声も多いですよ。それは大関横綱目指したいですよね。今場所、まあ、のあとはない状況ですけれども、残り3つどうですか、勝っていけそうですか。もちろん勝って場所後には両手を広げていきたいですね。まあ勝ち越してまた三役に早く戻ってきてください。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。放送席どうぞ。銀屏部関でした。今日は本当にいい相撲でしたよね、内容もね。まあ、この本人らしいと特徴の出てた一番でしたね。そうでしたね。福島富士桜が本当心配なところではありますが、さあ結び前注目の一番ですね。はい、湘南の風と桜地バッタ、因縁がありますね。本当に先場所衝撃の一番といいますか、まさかあそこまで圧倒して勝つとは誰も予想してなかったですからね。これはあの当時の実況を聞いただけると、私の実況の声なども聞いていただけたり、あるいは海坊主さんの当時のね、はい、海坊主さんの声も本当にそのあ、まあ、なんていうかびっくりしたという、はい、唖然とする様子っていうのがよく伝わるので、この実況を改めてお送りしましょう。どうぞ。押し込めるか。結び制限時間いっぱい。よしやって今日のね、ぶつかりました。立ち合い五分のね、のね、のね、押し込むな。桜島った、桜島が出る、押し出し連勝ストップ、連勝ストップ。というね、はい、ね、もう我々があっけに取られているという様子が今ので分かったかと思いますけれども、いまだにちょっと信じられないぐらいに、あそこまで押されてしまうっていう相撲を見たことがなかったので、はい、いや本当に、まあ、今日の一番で本当に分かるんじゃないかなと、桜地バッタがどれだけこの横綱キラーなのかというのが分かると思いますね。ねえ、ツイキャスご覧の方、一度配信止まりますがすぐ再開いたします。ツイキャスご覧の方、すぐ配信は再開いたします。一度止まりますのでご了承ください。さあ、このなんといっても先場所、湘南の風はこの桜地バッタに連勝を止められました。23連勝でした。今日もというようなことはあってはいけないですね、横綱としてはね。いや、同じ相手に連敗というのは許されないでしょうね。桜島バッターはどう進めましょうね。やはり花ですよね。まあ花を狙っていく相撲をしていくと思いますね。この花のところに乗せるようなそういう状況があるんでしょうか。湘南の風が押し込まれる今唯一の力士なのかもしれません。桜地バッタ今場所は2勝3敗です。ただ気合はまた入ってくるでしょう。結び前の一番です。
全勝守るか横綱。制限時間いっぱい、両者目あって八強に残った、ぶつかりました、押し込むのは桜島った、出る出る、残す湘南の風、もう一度出る、押し出し、また勝った桜島った、桜島ったまた勝った、座布団を投げないでください。誰ですかそれは、だから座布団を投げないでください。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して桜島ったの勝ち。今場所も桜島った湘南の風、またまた連勝が止まりました。いや今場所正面から行きましたね。しかも今場所は内容がまた違いました。いや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 、これはもう完全に湘南の風キラーとしてもう襲名ですね。今の一番ご覧いただきましょう。いやいや完勝ですね。やっぱりこの鼻を攻めるというところに弱点なんですね。立ち合いが勝つと、これ立ち合いからです。私はもう口が回らないですけど立ち合いからですよ。もう完全に下がる一方ですからね。湘南の風があんなに立ち遅れるという姿をないですね、見たことないですね。いや本当に他の力士もこの鼻を攻めるというところに勝機を見出していってほしいですね。いいところに顔を作りましたね。それにしてもね、まあ、作りましたという表現があれかどうかとあれですけど、まあ、そのために作ったんじゃないんですけど、はい、いやよく稽古したんでしょうね、はい、鹿児島からね。いやあ桜地バッター、いやあれは一体誰だったんだろうっていうのを思いますけど、さっきの今の一瞬また映ってましたけど。いややりましたね。桜地バッター勝って3勝3敗星を五分に戻しています。この後ぜひインタビュールームにも来ていただこうかと思いますが、いやー本当完全に湘南の風キラーになりましたよ。そうですね、いや過去湘南の風に勝った力士もいるんですけども、ここまで圧勝してないので連勝もしてないと思うんですよね。そうですね、2場所連続でこうやってね。いやこれはすごいですね。湘南の風黒星5勝1敗と優勝戦線一歩後退しています。結びの一番です。西白石島、白石島、白石島、東石込み、石込み、西方横綱白石島、岡山県出身春日部部屋、東方一色込み、東前頭4枚目、静岡県出身アンビック部屋、呼び出しは大輔、行司はトゥンク。本日結びの一番であります。6日目波乱がありました。そしてその日の結びです。放送席祝インタビューです。2場所連続横綱湘南の風に勝ちました桜地バッタ関です。おめでとうございます。やりました。いや見事、今日は特に見事でしたよ。まさか正面から押してくれるとは思ってなかったです。今日も鼻を狙ったんですね。もちろん親方から言われたんで鼻狙いました。今場所は前頭4枚目で、まあここまであまり星が上がっていない中でありましたけれども、やはり今日の湘南の風戦は違う気合の入れ方などしたんですか。いや周りが先場所も勝ったから今場所もいけるんじゃないのとか言われたんですけど、まさか勝てると思えなかったです。先場所はやや横から入ってでしたけど、今日はもう正面から真っ向勝負で押し勝ちましたよ。なんか変化とか嫌だったんで思いっきり正面から行きました。さあ今場所この勢いで勝ち越したいですね。勝ち越したらまた
湘南の風関と当てられると思うんで勝ち越したいです。三役も期待かかりますよ。あ、ぜひ狙いたいです。では最後に鹿児島の皆さん、そして全国のファンの皆さんに一言お願いします。バッターやったよ、おめでとうございます。桜島バッター関でした。放送席どうぞ。いやすごい力士が出てきましたね。まあ長く勝ち続けることがないっていうのが今までのセオリーではあったんですけれども、それをまあ崩してきた湘南の風をまたこうやって破る力士が出るという。湘南の風は結局これで11連勝で止まりましたね。また桜島バッターが止めましたよ。いや面白いですね、こうやっていろんな力士が現れるっていうのは。そうですね、若手がどんどん出てきましたね。さあ石木込み、こちらも若手です。24歳。白石島はまた大きなチャンスがやってきましたからね。いやこの一番見た後ですから、先ほどの一番を。これは本当気合入ってるでしょうね。今日勝ってさあリードして終盤へという風になって、まあ先場所も同じ状況ではありましたけど、はい、今場所こそというね。いやリードして千秋楽まで行きたいですね。今日の相手は意識込みです。こちら1勝4敗、20日を合わせです。6日目の結び、制限時間いっぱい、両者目あって破強引のごとぶつかりました。立ち合い突き放しと白石島です。下がったのは意識込み、後ろを取りました。こうなれば横綱です。残したぞ、残しているぞですが送り出し、白石島の勝ち。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して白石島の勝ち。意識込みが最後粘りを見せましたが、もう立ち合いでもう圧倒されてしまいましたね。じゃあ今日突き放し行きましたね。そうですね、突き放しによってこう、まあ、意識込みが回ってしまったという感じになってしまいましたね。いやこれは今場所ここまでは非常にいい内容ですので、なんとか続けていってほしいですね。そうですよね、なんとかこの勢いで今場所こそ優勝へというふうにいくんでしょうか。ですがまだ星は一つ差です。全勝を守りました白石島6連勝、意識込み敗れて1勝5敗、残念ながら今場所負け越しとなっています。弓取り式です。弓取り式は桜島ったであります。それでは館内の皆さんも一緒にお願いいたします。せーの、よいしょーよいしょー、どんどん握手してください。それ誰でしたっけ、それ。天然山です。そう新しい力士でね、はい、うん、今場所から参戦した力士ですね、うん、いや、いいんですよ、うん、トーナメントでぜひ応援してくださいね、皆さんね。全勝が白石島のとっかり大将、はい、だけですね。そうなりましたね、まあ、展開としては面白くなったかなと思いますね。あとはどうですかね、まあ、一敗勢はたくさんいるんですけど、一番今注目したいのは江戸緑ですかね。はははは、今場所の出足は非常にいいですので、うん、まあちょっとこれから上位戦があるかどうかちょっとわからないですけれども、はい、まあ星時間によっては今場所のまあダークホースといいますか、優勝争い面白くしてくれる存在になりそうですね。ベテランがということになりますかね、はい。優勝争いご覧いただこうかと思います。あとはどうですかね、全勝は2人で、1敗でご覧になっています。湘南の風、交代、後楽園、そして平幕と江戸緑、どすこい静岡、千歳ソードマン、夢の藤娘、駿河よしという状況。まだまだ混戦状態というふうには言えますね。まあそうですね、あの平幕の方も、まあ、どすこい静岡なんかは、まあ、うまい相撲も取ってますし、はい、この力士もなかなか注目ですかね。そうですね、
ただこれまた湘南の風が敗れたことによって展開というのはまたこれ変わってきましたね、今場所。いやあの、まあ、湘南の風も、まあ、ファンの皆さんには申し訳ないんですけど湘南の風のねえ、まあ上位戦は湘南の風強いですから、はい、どうやってこう白石島とっかり大使とかこう前哨を守っていくかというところにはなるでしょうね、うん、ねえ、とっかり大使も前哨でいるというのが一つのこれはね、はい、また楽しみなところでもあるでしょう。どういう展開になるか終盤戦ご覧の日程で進んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は田中でお送りいたしました。終盤どんなドラマが待っているんでしょうか、どうぞご期待ください。この辺りで北海道札幌から失礼いたします。絆は広がるかけがえないもの、性別世代言葉なんて違ってもつながれるよ、大切なのはお互いを思い続けること、この胸に誇れるなら泣きたくても明日へ誓った、ふるさとは取り戻せる、思いの数だけ恐れることないから踏み出せば明日が見える。